小祖曲はアレクサンドル・ボロディンが作曲したピアノのための商品集で7曲からなる。後にグラズノフによって還元楽板が作られている。この作品は組曲として構想されたものではなく、1878年からすでに書かれていたピアノ曲と、1884年から1885年に、 かけて作曲した4曲を1つの曲集にまとめて完成させたものである。完成後ボロディンはメルシー・アルジャンと白爵夫人から同年7月にベルギーのアントウェルペンでも用された演奏会に招待された際、招待されたことへの深い感謝の念とその返礼として作品を検定した。作品の倉行にはある若い娘の愛の小歌という副題が添えられており、 各曲にもそれぞれ副題が与えられている。これらはアルジャント伯爵夫人の少女時代にまつわるエピソードを反映されたものであると考えられている。しかし1885年の出版時には各曲に付けられていた副題はすべて削除されている。また1885年8月末にボロディンはバイマルを訪れてリストと出会っているがリストは 小祖曲とスキルツを演奏して2曲を大いに気に入ったと伝えられる。全7曲から構成され、演奏時間は約17分。ありがとうございます。